さあ続いていきましょう。この方です。韓国ドラマより付き合ったと思ったら実は兄弟で、その後起こる怒涛の展開。そんな展開あんの？韓流ものとかって結構そういうのが多いんですかね。あんま僕も得意じゃないんで。見ますか、韓流ものとかは。私でもその冬のソナタが日本で流行った時はやっぱおばあちゃんとお母さんが見てて一緒に見てましたけど、やっぱちっちゃいながらにこんな怒涛でいいのかなっていうぐらい。怒涛ですよね。次から次に展開が起こるんですよ。